やっぱり下克上があってね、若いのが年寄りをこうやってしまうっていうのは、そういうことって起こりうるんだけれども、日本のヤクザって本当はそれ世界的に少ないんですよ。序列って言ったら不思議だけどもですね、人生の要するにその年月が長い方がやっぱり敬われるって未だにある。不思議ですね。やっぱり民族性なのか、まあ、国民性っていうかね。あとちょっと洗脳されてるとこもあるかもしれないですね。なんか日本のヤクザってちょっと宗教に近いのかもしれないですね、うん、そうですね、はい、儒教ですね、はい、そうですね。結局親に捨てられた子供すごい多いんですよ、うん、そうするとおやっさんは本当に親父、うん、それでおかみさんみたいな相撲部屋もそうなんだけども、うん、そういう意味ではその本当にね、大陸から来た儒教にそっくりなんですよ、うん、だから親にこう君に忠みたいな、うん、まだ生きてる戦国時代からね、500何十年生きてる、うん、この国はそのいわゆるその儒教みたいなものっていうのは今の例えば日本のヤクザにもまだ残ってほぼないです、ね、もう今ほぼアメリカ式ギャングがどっちかっていうとマインドになって、はい、だから仕事もそうですけどね、銭をもたらさないやつってやっぱり価値が低いっていうふうにこの中で思って、はい、言わないけどね、その辺の変化っていうのはやっぱ先ほど言ったようにそれこそバブルが終わってからぐらいですか。バブルの最中に変わってったんじゃないですかね。変わりましたね、はい、なんていうんですか、富をもたらす人が一番偉い。そうですね、うん、今なんか例えばそのメルマガの世界なんかでもね、お金儲けを教える人が一番人気があるんですよ、うん、誰かちょっとホリエモンなんだけど、うん、ホリエモンぶち込まれる前もぶち込まれた後もナンバーワンなんですよ、うん、お金儲けを教えてくれるから。そういう時代になりましたよ日本も、うん、それはもうヤクザの世界でもそうなんですね、うん、バブルの時代からそうですね。もう結局ね、喧嘩できなくて何しようがお金持ってる人の方が偉いっていうんじゃないけど、結局そっちの方に若い子たちがみんな寄ってっちゃうんででかくなっちゃうわけじゃないですか。で昔の武道派の人がどんどんちっちゃくなって、でお金もやっぱそういうしのぎとかもやっぱ下手くそなんでできないから結局潰されてっちゃうんですよね。結局なんですかね、炭鉱部じゃないけど邪魔者扱いされるようになっていっちゃうってことですよね。そうですね、はい、だ時代がそこで変わっちゃったんですよね。だから IT でね、うん、ちょっと個性の効いた方が大金持ちにボンボンなってくるじゃないですか今、うん、まあ なんかね野球の球団まで変えるとかね、まあ、いろんなことできるじゃないですか。そういうふうになった時代から日本人のマインドは全部変わりました、うん、刑務所の話もちょっと伺いたいんですけども、ケイさんは日本の刑務所もアメリカの刑務所両方経験されてるじゃないですか、うん、でまあ、そもそも刑務所の、まあ、存在意義みたいな。存在なんですか。存在意義。意義、はい、うんうん、まあ、要は本来であれば更生施設というか更生して、まあ、出所してが目的ですよね、うん、刑務所って本来。まあまあ確かにそうですね、はい、まあ、法務省が要するにその、まあ、唱えてるっていうね、はい、セオリーってそれですよね、うん、だから要するにその社会が隔離しながら教育して、だからまあ要するにその担当官はね先生と呼んだりとか、まあずっとあるじゃないですか少年から。まあそれは全然変わんないんだけれども、入ってるやつが変わっちゃったから、うんうん、だから旧態依然としたその更生施設というか中身変わりましたね。ただやっぱり世界中の刑務所とかさまざまなディテンションというんですかね、まあ拘置するまあ施設から見たら日本の刑務所がおそらく3つの指のうち入る。最高はカナダの刑務所なんですよ。女性と暮らせる、家具は買ってもいい、好きな食材買える、カナダの。それからいろいろあって、まあ3番目ぐらい、もう上位 3位に入ってるんですよ日本の刑務所って。楽だし命の危険はない。私もまあ、すみません、私もシンガポールも見たし、それからもう日本の刑務所も随分見たんですね。最近できたその浜田市っていうのがあるんですけどね、
あそこ実験的な刑務所なんですよ、民間運営みたいな、うん、その見に行ったんですよね、招待されてね、講演方々行くんだけども、やっぱり変わりましたね。やっぱり民間刑務所なんかできると思わなかった、アメリカじゃないんだから。ただし日本はそういう意味でのその基本的なねセオリーは変わってないんですよ。隔離して教育して出すと、それがまあ成功してるかどうかっていうのはまあ多分4割ぐらいしかないと。じゃあまあいわゆるその再犯率がまだ結構、まあ、犯罪にもよりますけれども高かったりとか、ヤクザの方が結局刑務所入ったところでまた組に戻るとか、そういう意味ではどうですか、K さんの中では。今はちょっと分かんないですけど、自分たちの時代やっぱもうやっぱ日本の刑務所はもう結局昔の社会主義がそのまま残ってて、結局入っちゃえば名前もなくなって番号だけになっちゃうし、ね、例えば鉛筆落としてももうそのまま拾えば懲罰だし、ね、トイレも好きな時に行けない、でもう部屋に戻っても壁に寄りかかっちゃいけない、寝転んじゃいけない、そういう時代じゃないですか。でアメリカの刑務所っていうのはもう自分の好きなこと、好きな時に寝て好きな時にシャワーしてっていうのもできて、で好きな学校も選んで自分で行って、で中で歯医者になろうと思う歯医者にまでなれるわけじゃないですか。やっぱそこで、ね、例えば何にもなかったやつがそこで、ね、中で学校行って、で医師の資格を取って出たら歯医者になれればやっぱ更生できますよね。日本はそこまではまだないですよね。ないですね、まだまだ。要するにそのお上が全て仕切るっていうマインドなんですよ、うん、まあ絶対無理があるんですね、うん、で例えばそのお手紙一つ取ってもダメみたいなね、うん、あとはその、まあ、読みたい本だとかも制限実はあるということでね、で特にその時事的なニュースがあるものは制限されるしっていうので、うん、刑務官の方にもそういうふうな教育とかそういうことはずっと旧態依然なんですよ。で刑務官も友達なんかいるんだけれども、彼らっていうのはやっぱりそのなんていうんですかね、日々ルーティーンがあって同じことやったりするんだけども、出来事って人間を扱うから起きるんですが、それを矛盾を感じながら何十年やって定年でっていう人多いです。うん、そうですね。意味では先ほどその国内の民営化の話出ましたけれども、今後あれは民営化っていうのは推進されていく、されていくでしょうね、うん、要するにそのアメリカをずっと追っかけてるわけですよ、はい。ただアメリカほどね、まあ言ってみたらですね、不思議な意味なんだけども先進じゃないんですこの国は。例えばね、向こうだとね、まあ嘘でもいいから宗教に帰依すると神と会った、私人間変わりましたって言えると通っちゃう国なんですよ。日本はもうなんか頭くるくるパンになったって終わりになっちゃうんだけどそこら辺がもう成り立ち全然違う国なんで、ヨーロッパなんですよね、アメリカってね。ちょっとそのアメリカの刑務所の話も、はい、まあ、先ほどこう日本はアメリカを追っかけてずっとっていうお話ありましたけど、そういう意味でやっぱりアメリカの刑務所っていうのは日本よりもはるかに、そうですね、自分が入ったのが90年代前半じゃないですか、はい、その時にもう民間の刑務所があちこちにいっぱいあって、はい、やっぱ民間の刑務所にみんな行きたがる。なんでかっていうとやっぱ楽だし、中にいる監修オフィサーっていうのも何ですかね、国でやってる刑務所はみんな軍隊から来てるんですね。監修が軍隊でも出来の悪い中卒ぐらいのがみんな監修になってくるわけじゃないですか。だけど民間の刑務所は民間のオフィサーなんですよ、刑務官なんですよ。だからやっぱ対応が優しいし融通が利くし、お金で結構転ぶし、結構逆に何でもできちゃうからみんな民間の刑務所に行きたがってたんですけどね。でそんくらいやっぱもうお金持ちのビジネスになってて、囚人一人に対してアメリカ合衆国が結局235ドルのお金を囚人一人に対してくれるわけですよ。で一つの刑務所がだいたい最低でも 200%、 2段ベッドだから 200% 入ってるわけじゃないですか。でフェニックスとか行くと3段ベッドで 300% 入ってるわけじゃないですか、ね、で1人の囚人にかける経費っていうのが1日14ドルしかかってないんですよ。と、ね、囚人1人に対して200ドル以上の利益があるわけじゃないですか。
それってものすごい金額なわけですよ。で、一つの刑務所で最低2000人いるわけじゃないですか。だからどん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 お金持ちが土地を買って刑務所を建てていく。だからお金持ちだけがどんどん潤っていくようにアメリカは今なってますよね。今もう民営化の刑務所の方が多くなっちゃったんじゃないですか。そうですね、今ね。はい、そうですね。日本もだんだんなる。はい。じゃあ日本もだんだんそういうふうに。あのなぜかというとね、もう1年も経たないうちにもう街は外国人であふれるんですよ。アジア系と言わず、何と言わず。アジア系でもウイグルの人なんていうのね、まあ言ってみたらトルコ人の顔なんかしてるし、東ヨーロッパからも来るし、今でもコンビニにたまにいるじゃないですか。なんとかコフだとか、なんとかゾフだとか、あんなのばっかりなんですよ。そしたら結局その犯罪は当然のことながら、人類が存在し続ける以上ずっとあり続けるから、刑務所の対応も変わらざるを得ないんですよね。アメリカ的なマインドで運営するしかない、うん、日本が囚人に対していくらくれるのか、自分日本のはシステム分かんないですけどそれはおそらく旧態以前でしょ、はい、明治から一緒でしょ。あアメリカもそういう、 もう完璧なビジネスになってて、で刑務所の中やっぱスーパーもあって、それ もう利権で、やっぱね、もう毎日囚人が買うわけじゃないですか。絶対に儲かるわけですよ。そこでしか買えないから、そういう利権とかも結局大きい利権になってるんで、全部ビジネスですよね。そうですね、うん、まあ海外におけるアメリカンベースがいっぱいあると同じですよ。そうですね、もう絶対買う、うん、家具も売れるっていうね。そういう意味では、そのさっきその刑務所がこう構成施設として今こう機能してるのかみたいな話もありましたけども、そのアメリカ式にこう今後例えば日本がなっていくって考えたときに、構成施設としての役割っていうのは、うん、でもそれって囚人の意思一つだと思うんですよね。アメリカの刑務所だってそうやって、ね、学校もあります、歯医者にもなれる。だけどやる気のないやつは一切そういうところにも行かないし、全くやる気がないわけじゃないですか。中でヘロインやって、ね、何十年っていて、で結局じゃあ20年刑期が終わって外で出された時に、今度不安で押しつぶされちゃって、最初のバスチケットもらったバス停のところの、ね、あのコンビニみたいなところにも強盗入って、ね、刑務所からバス停までしか行ってないで、もうパクられちゃってまた戻ってくるわけじゃないですか。そういうやつもやっぱいるわけだから、やっぱ日本でもやっぱなんですかね、一回入って構成するやつはすると思うんですね。そうですね。その本人次第だと思いますよ。本当そうですね、うん、三浦和義っていう人はね、うん、両方経験してるんですよ、はい、で、まあ、経験刑務所まで行かなかったけど、アメリカだとね、ディテンションっていうかね、うん、要するにその留置場みたいなもの、ロス死刑のね、経験してんで、あそこで首つって亡くなっちゃったんだけど、うん、その前には要するにその日本の少年刑務所行ってたらなんかして、それでまあいろんなことで法廷闘争をやりながらどんどん賢くなっていったわけ。それでまあ特書に呼ばれて、まあ始まる2時間前に来てよ、喋りたいからみたいな感じで、飯もあるしみたいな、喋るといろんなことはあるんだけれども、彼やっぱり楽しんで生きるっていうことなんですよ。でそれがたまたま要するにその違法なことでもあるんだけれども、僕は要するにその楽しく、要するにまあ簡単に言うとその脳の中でドーパミンという快楽物質が出ないことはやらないっていう人なんですよ。それは人種だっていうことでもあるし、生物としてはね、蛇に生まれたのみたいなね、で狼に生まれたのみたいな違いなんです。でどっちもパクってやるんですね。そういうふうなことを見ているとアメリカの刑務所に 100% 近づいてるかっていうとちょっと違うんです。それでやっぱりその非人間的な刑務所っていうのはアジアにいっぱいあるんですよね。どこって言わないですけどね、大陸にはいっぱいいろんな国があるんだけども、でそういうふうなものになっていかないだろうって思うんですよ。そうするとね、あのアメリカ人が来て今、ね、その日本の上空も全部まあ言ってみたらその統制された区域になってるわけですね。一つのそのアメリカのまあ軍事的な都合で日本は統制されてるんだけど、刑務所そうなるかって言ったら、今はほとんど日本人だから、そういう意味ではそのまあ何て言うんですかね、昔の明治以来の強制施設というマインドは残ってるんですが、外国人がどんどん入ってくるとこれ変わらざるを得ないだろうけれども、 100% アメリカ的にはならない
っていうふうに思います、うん、やっぱり外国人の犯罪者はこれから増えていく増えていくですね。もう今もう結構いるんじゃないですかね、中入ってるのでも。そうですね、国内に来る外国人のもう分母自体が増えてるから増えてるし、それから知らないでこれは違法だっていうのを知らないでやっちゃって記者がいっぱいいますよ、もちろん。それだけじゃなくて、その確信犯もちろんいるんですよね。例えばその群馬県だったらブラジル系が、まあ、犯罪率高いとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。出稼ぎで浜松だったらそういう人だとかね、そういうふうなその地域差っていうのがどん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 すごくなってくる。それだけで対応できなくなっちゃってて、刑務官も要するに何語を習わないとダメとかね、資格試験も内部であるだろうし、入ってくるときにこれ英語できなかったらダメみたいな刑務所もあるんですよ。だんだんそういうふうに変化せざるを得ないでしょうね。それでも刑務所も当然その国際化じゃないですけれども、日本のグローバル化に対応しなきゃいけないですし、警察組織も対応しなきゃいけないですよ。警察組織はもうだんだん、あの英語できる、うん、まあ人を増やそうとして、結局半年間ね仕事させないで、あの遊ばして英語だけやらせてなんですよ。親父がもうそれ出たんだけども、うん、その前からはバックパッカーやったりヨーロッパとかアメリカ行ってたから英語はまあできるんですが、そこで捜査英語って習うんですよ、取り調べの英語なんかをね。だけどやっぱり出来がいいのも含めて2割上積み2割が成功すればいいぐらいですかね。だいたいみんな日本の講習ってそういうとこあるんですけど、ケイさんが歌舞伎町いた頃っていうのはまだいわゆる外国人っていうのはどうですか。ほとんどいないですかね、うん、1980年代にあのチャイナマフィアがいたっていうんですけど、彼らってね弁当屋だったりして飯屋だったりするんですよね、うん、でチャイナマフィアだって台湾のマフィアですよ80年代で。90年代もうぼちぼちと上海とか香港とか出てきた感じですよね、うん、で最終的に今何っていうとトンペイマフィアっつって、まあ、要するにその延辺朝鮮族と満州族の合体のマフィアなんですよ。これは24時間で日本語を覚えちゃう、すごいんですよ。でもね別に北京語喋ってたら覚えられないんだけども、満州語と朝鮮語喋ってる人って文法が日本語と全く一緒なんですよ。で言葉を置き換えるだけで日本語喋れちゃうんで、それは当たり前の話なんですけども、そういうふうにもう変わってきちゃって、トップはトンペイといって中国東北部の遼寧省、黒竜江省、吉林省出身ばっかなんですよ。それがナンバーワンなんですよ。で元を解析していくと、ずっと昔からも中央アジアのモンゴルなんですよみんな。あ、そうなんですか。そうなん、ジンギスカンのも熱いなわけですよ。だからすごい。でモンゴル語と日本語は文法一緒なんですよ。顔も似てますしね。顔もそう。だから朝青龍ですよ、うん、白鵬ですよ。確かに彼ら日本語うまいですね。うまいんですよ。